じゃあ、じゃあ、なんか緊張感漂ってもうこの、まあ、違うじゃん、いつもの雰囲気と。これあの罰ゲームじゃないですよ。罰ゲームじゃない。お前さ、プロのピッチャーと対戦したことないでしょ。ないですよ。だからどんな球筋か、もう回転1回転ずつ見とけよ。やっぱアマチュアとは全然違うから。そうっすね。楽しみでしょ。お前なんか顔がこわばってるけど大丈夫？大丈夫ですよ。絶対打ちますから。気をつける。で、変化球あれだ。トップ。はい。もう何、何とかこうしたら。いや、もう見てわかんないですもん。頼むぞ。僕が一番怖いっすからね。今日は何キロ目指して。まあ135ぐらいは。いや、135。でも135だったら正味。高校野球、こうじゃない。甲子園って。あ、名電の。あ、すごい。一応名門出てるって言うと、ケチョンケチョンにしてやっていいから。一応こんな三等身でもレギュラーだ。いや、なんで三等身、パワープロサイズじゃないですか。違うんですよ。パワープロ君じゃないの。パワープロ君じゃないですよ。江田さんもパワープロサイズ。そんな老けたパワープロいないけどな。なんかもう言葉数少ないけど大丈夫。いやいや、そうですよ、怖いですよ。はい、もう流行りのここまでやっとる。これ欲しいっすね。ないっすかね。ないんだよ。ないっすかね。じゃあ、早速実戦に打てるかどうか。はい。ダメだ。あのね、トク、ピッチャーって言いようと出さないとちょっと嫌がら不快な感じがするんです。マスリーです。はい、お願いします。持ってかれてるじゃないの。抜けるそれだけは。危ない。お願いします。おっ、おい、すいません、ナイスボールです。嘘つけ。お前しっかり返せよ、お前。持ってかれてる。でも、あれ？あんな選手ショートボールだ。ショートボールです。わあ、ナイス。なんだよね。よっしゃが。やっぱ全然違います。やっぱ力がある。力があります。な、
速いだけじゃなくて、なんか力を感じるでしょ、はいね、やっぱこうアマチュアのボールって速い人もいるんだけど、そこまでこう重みがドーンとくるやつはいない、なかなかね。どうだったの？いや本当にあそこに座ると30キロアップしますでしょ、あの思ってるやつより30キロ多分速い。低めが本当に伸びてきます、ね、で手はどうなんですか？あ、なんか青いっすね超痛いっすエビがいます。エビが感覚ないっす。いやいや俺が話したことあるよね、松坂がキャッチボールでこっちに抜けるって気持ち分かったでしょ。あのマジでこっちも痛いんですけど、こっちが痛いんですよ。そうだろ、めちゃくちゃ痛いっす。そうだ、投げててどうですか？いややっぱ甲子園行かれてるだけあって、なんか本当当てられるのはやっぱショックですね。ないなでもいい体験できたよ。いや本当に、いやこれは良かったっす。いやそんなことも本当一緒ないっす。だってまあキャッチボールとか多少強く投げたりするけど、あんまり勝負ってないでしょ。ないです。でもね、今日わざわざ投げていただいて本当ありがとうございます、ね、いや、とんでもないです。いや、プロを体験できたというだけでも、はい、貴重な体験だよ。いや、本当に、ね、ネタできた？ネタできた？なんだよ。いやいや、笑うんだよ。できました、できました。やって、はい、ちょっと笑わせて。真面目だから笑わないよ、なかなか。では参ります。高校球児のショートコント、寿司屋。大将、はい、おすすめの握りちょうだい。ありがとうございます。ありがとうございます。まずでしょ、進化の握りです。そっちの握り、いいよ。埼玉県立真面宮高校。